マサカリ投法と呼ばれた独特なフォームで通算215勝を挙げると同時に、63歳にして135キロのストレートを投げ込む超人村田兆治。今回は150キロの剛速球と落差30センチのフォークで野球界を席巻した村田兆治のキャリアを振り返ります。広島県豊田郡本郷町で育った村田は、カープファンだった父に連れられ、プロ野球の試合を見た際に鳥肌が立つほど感動し、プロ野球選手になる以外の将来が考えられなくなったといいます。そして中学卒業後は福山電波工業に進学。この頃からストレートの威力は抜群で、2年秋からエースを任されます。球速が150キロを超えていたと言われる中で、村田に注目は集まりましたが、当時の広島には広陵や広島商業といった強豪校が多く、結局一度も甲子園に出場することなく高校野球を終えました。それでもプロからの評価は高く、1967年のドラフト会議で東京オリオンズから1位指名を受け、プロ野球人生をスタートさせます。プロ1年目の68年シーズン、この年はほとんどを2軍で過ごし、1軍での登板はわずか3試合。ドラフト1位として期待されていただけに不甲斐ないシーズンとなりましたが、この背景にはプロ意識の低さがありました。契約金を持て余し、パチンコや麻雀といった遊びに使うなど無駄な時間を過ごしていたのです。ただそんな甘い考えを持った村田は、一つの出来事を機に改心することとなります。いつものように徹夜の麻雀を終え寮に戻ろうとした際に、すでにプロで250勝以上記録していた大投手小山正明が日課のロードワークに出ようとしているところに遭遇。小山から、お前は自分の才能を無駄にするのは寂しくないのか、そう諭され、村田はここから練習の鬼と化します。そして2年目の69年シーズンは6勝を挙げ、そのうちの5勝は完封勝利と成績を伸ばしました。翌70年シーズンも5勝を挙げ、リーグ優勝に貢献。ただ好不調の波が激しく、コントロールにも難があったため、直近2シーズンはそれぞれ8敗、6敗と負けが先行していました。ここから勝てる投手になるにはどうしたらいいのか、試行錯誤の末にたどり着いたのが自身の代名詞となるマサカリ投法でした。独特なフォームだっただけに、当初はブルペンで先輩投手からブサイクと笑われることもありましたが、村田はひたすら我が道を突き進んでいきます。そして迎えた71年シーズンは序盤から勝ち星を重ね、最終的に43試合の登板で12勝8敗、防御率 3.34 の好成績を残しました。その後一気に先発ローテーションの一角を担うようになると、74年シーズンは12勝10敗、防御率 2.69 の好成績でチームのリーグ優勝に貢献。続く日本シリーズでも最終戦で完封勝利を挙げるなどし、日本一の原動力にもなりました。そして翌75年から村田のギアはもう一段階上がります。75年シーズンは初の開幕投手を務め、先発にリリーフにフル回転。9勝12敗と貯金こそ作れなかったものの、リーグ最多の13セーブを記録すると同時に、防御率 2.21 で最優秀防御率のタイトルを獲得しました。また翌76年はフォークボールを習得しますが、このフォーク習得によって村田はさらなる高みへと上っていきます。同年フォークによって三振数が一気に増加し、終わってみればリーグトップとなるシーズン202奪三振。そして奪三振だけでなく、21勝11敗、防御率 1.82 で2年連続最優秀防御率のタイトルを獲得しました。これだけの三振を奪ったフォークですが、簡単に習得できたわけではありません。2キロの鉄アレイを指に挟んで持ち上げる。また生活の中で車のハンドルやドアの取っ手なども人差し指と中指の2本の指で握り、水を飲むコップでさえも2本指で挟む徹底ぶり。さらに眠る時間がもったいないと、寝ている合間も指の間にテニスボールを挟んでテープで固定するという特訓を自らに課していたのでした。その後フォークボールによる暴投こそ増えたものの、76年から79年までの4シーズン連続2桁勝利。また79年には
自己最多となる21完投、230奪三振という驚異的な記録も残しました。そんな中でも圧巻だったのが1981年。この年は開幕11連勝を飾ると、最終的に19勝8敗、防御率 2.96、154奪三振で最多奪三振と同時に、自身初となる最多勝のタイトルも獲得し、名実ともにロッテのエースとなっていました。しかし82年シーズン、村田は肘を壊し、野球人生最大の危機に陥ることとなります。当初は原因が分からず、日本中の病院を訪ね、山にこもり、座禅を組みながら滝に打たれたこともありました。その後、ようやく靭帯損傷が判明すると、翌83年、ロサンゼルスにて靭帯移植手術を実施。当時の常識では、利き腕にメスを入れたら終わり、そうささやかれていましたが、村田は不屈の精神でリハビリを続け、84年シーズン終盤に復帰を果たします。そして85年シーズンは開幕から11連勝を挙げるという鮮烈な復活劇を見せ、最終的に17勝5敗でカムバック賞を受賞。元号が平成に変わった89年には自身12度目の開幕投手を務め、西武相手に149球の完封勝利。それから5月13日の日本ハム戦で通算200勝を達成すると、この年は防御率 2.50 で39歳にして3度目の最優秀防御率のタイトルを獲得しました。ここまで年齢を感じさせない投球を披露しており、まだまだ現役を続けると思われていた中で、村田は翌90年に最後の1年を迎えることとなります。とは言っても、ブルーサンダー打線と恐れられたオリックスとの開幕戦に40歳4ヶ月で先発すると9回1失点の完投勝利。また8月24日の西武戦では最速149キロの直球とフォークボールで黄金時代の西武打線を沈黙させ、4安打10奪三振で完封勝利。まだまだできるのではないか、そう思われる中で10月13日の西武戦、本拠地川崎球場で雨が降る中、村田は最後のマウンドへ。そしてこの試合でも最速145キロの直球にフォークボールやスライダーも冴え渡り、5回を無失点、雨天コールドゲームで勝ち投手に。通算215勝目を挙げた村田は、余力を残してマウンドを去ることがエースの美学と自身の信念を貫き、シーズン2桁勝利を挙げた年を最後にプロ野球人生にピリオドを打ちました。プロ1年目は遊びに精を出すも、小山の姿を目にしたところから練習の鬼と化し、通算215もの勝ち星を積み重ねました。そんな村田は引退後も体を鍛え、始球式では63歳にして135キロのストレートを投じています。何歳になっても自分と向き合い、充実した日々を送る村田兆治。明るい未来を手にしたいのであれば、今というこの時間を大切に努力し続けることが大切。そう村田兆治の野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。